ようございます。釣り子 TV です。最新の、スピニングロッドを開封していきますよ。こんなね、袋に入ってるんですけども、名前をこっちかな？見ていくと、ベイブレイズ。ねえ。これ、ちょっとね、情報もね、いろいろ書いてあるんですけども、まあ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 、どんな竿かね、早速ね、ちょっとね、開けていきたいと思います。いや、ベイブレイズといえば伝説の竿なんですが、それの最新バージョンということですね。まず、グリップが出てきました。グリップかっこいいのかな。そしてブランクス部分出していきますね。袋ね、すごい丁寧に、細かくいろいろ入れ分けられるようになっているんですけども、はい。出てきたバットジョイントですね。で、こんな感じで見えるかな。こんな感じで、ベイプレイズね、仕様が書いてあって、で、CNT なんていうね、文字が見えますけども、ね、ちょっとついでいきたいと。軽い。ねえ、ベイブレイズシリーズね、自分もこれの前のモデル持っているんですけども、まずね、軽さと、あと丈夫さと、なんていうか、こう、まあ、天竜のね、基本設計の良さと相まってね、すごいお気に入りで、未だに使っているんですけども、それのね、最新バージョンっていうことで、ちょっとコスメの方を見ていきますかね。こういう感じで、グリップエンドね、ここ力の入りそうなグリップエンドで、セパレート等はしていないこうストレートの感じで、ここね、よく見るとね、すごいね、デザインがかっこいいんですよね。こことここ見えるんですけど、あとここのね、フロントのね、フードカバーみたいなところもね、結構かっこいいデザインになっていて、で、ここでついでですね。で、こういう感じに進んでいって、で、仕様が書いてあって、で、ガイドですね。こういう感じでついております。こんな感じですね。で、ベイブレイズね。ボートのシーバス用っていうことで、そこまで昇降系なね、ガイドがセッティングされていないので、そこもね、使いやすいんですよね。最近はやっぱ軽くするためとかね、細い P ラインが切れないような、こう、性能のいいリールとか、あと糸自体の性能アップとかで、海の釣りでも結構、細い糸を、使う、だからマイクロガイドで、みたいな感じのね、コンセプトの竿もあるんですけども、このベイブレイズはね、リーダーなんかの抜けもいい、比較的口径の大きなガイドが設置されているんではないかな、っていうことでね。でね、40g まで背負えるよっていうところと、この長さはね、7フィートだよっていうことでね、ボートシーバスとかで、ミノーとかをバヒューンってね、飛ばして広範囲にオープンエリアで、魚の居場所を探るなんていうときは非常に、使いやすいレングスなんじゃないかなっていうね、ことで。で、これが今、最新のベイブレイズなんですけども、ちょうどね、天竜のね、シーバスロッドね、いっぱい好きなのがあるんで、じゃじゃーん！これはね、ベイブレイズよりさらに前のになるのかな、マッシブっていうやつなんですけども、未だにね、これ、ちょうど先週なんかも使ってきたんですけども、未だにマッシブね、使ってます。中古なんかでね、見かけたらね、本当にね、安く買えたりするので、現行品ではないんですけども、ちょっと古めの竿なんですが、もう、未だにね、一軍として、これはね、702L っていうことで、8分の5オンスぐらいまで気持ちよく背負えるよっていうね、竿なんですけども、
こうね、まあ渋ね、うん、これね、ほんとスピニングタックルで何かやりたいっていう時はね、未だに使っているんですが、これなんかもね、結構古い竿なんですけどね、ガイドの大きさとか、とか何よりもね、竿の曲がりとかですね、ここら辺が、まあ、魚をね、ほんとかけたらばらさない、あとかけるまでが使いやすいっていうことで、お気に入りで使っている天竜のね、これね、マッシブですね、 MS の 702L っていうね、モデルなんですけど、これからそうですね、ベイブレイズになっていって、で、ベイブレイズはね、スピニング持っていないんですけども、これも未だに現役バリバリで使っているね、1個前のベイブレイズですね。はい、ベイブレイズ、ね、これは 6.8 フィートで 150g までしょえるよっていう、まあいわゆるビッグベイトロッドなんですけども、非常にね軽いね、軽いんだけど結構大きな魚ね、どんどん抜き上げちゃったりしても至らない強さね、あとはやっぱこのそこまで、ガイドの口径をね、小さくしていないのと、先端まで、みっちりダブルフットをね、ふんだんに使ってくれているっていうことで、故障が少ないんですよね。やっぱボートシーバスロッドで故障とかするとね、大切なまあチャーターとかしてね、お金も結構ね高いですからね、そんな時に、ロッドのトラブルによってなんだろう、釣りが継続できなくなるっていうのは一番きついので、まあ、軽くて一日警戒に触れて、それでもって丈夫でっていうね、そこら辺がお気に入りでね使ってる。これブラックバスでもね、あの、なんですかね、マグナムクランクとか、そういったのを使う時にね、すごい使いやすい、ノリが良くてバレないっていう竿なんで、シーバス、バス問わずね、結構使っております。さっきの持ちのところで言うと、まあ、例えばここら辺がまあ通常だとシングルフットガイドだったりするわけなんですが、結構ね、シーバスの時にね、リーダーがカンカンって引っかかったりとかね、いろんな要因があると思うんですけど、シングルフットだとズポってね、抜けちゃうことがあるんですね。うん。で、抜けたまんま釣りするのもね、ちょっとね、あんまり気分がよろしくないんで、そういったところでは、こういったね、作りのしっかりしたベイブレイズシリーズっていうのは最高に使いやすいな、なんていう風に思っているんですけど、そこに来て、最新のですね、このベイブレイズボートシーバスシリーズがね、登場したんで、まあよりね、軽くて使いやすくなったっていうことでいいと思うんです。さっきあのロッドの袋のところにね、説明書きなんかも書いてあったんで、ちょっと、見ていくと、天竜と、西陣織、ね、このコラボレーションね、京都、西陣で発祥した日本を代表する、絹織物最高峰西陣織、カーボン繊維で織り上げパイプ状に仕上げる技術を開発、伝統技法と、最新技術で釣り竿のデザインは一層の深みを帯びる、ね、こんな感じの説明書きがありました。すごいな。で、7フィートだよっていうところと、ルアーウェイターマックス 40g まで投げれるよっていうことで、標準自重がこれね 134g、 で次数は2本ね、このパッドでついてますねっていうことで、ラインは、マックス20ポンド、P だとマックス 1.55 っていうことですね。で、使用繊維はカーボン 98% のグラス 2% ということで、37,500 円ね、ということで売っておりますので、これね、なんだろう、天竜の竿はね、本当1本持っておくと、その後10年、まあマッシブなんかもっとだと思いますけども、10年ね、15年ぐらいね、あの第一線で使い続けることができるっていうことでね、本当作りがしっかりしているので、で、なんだろう、こう塗装とかね、されていないので、無駄な、なんていうか、重さがなくて、非常に軽量で軽快にね、一日中、比較的大きめのルアーとかをね、投げ続ける。まあ、もちろん、もうちょっとね、柔らかいね、軽いものを投げるのに特化したモデルもあるんですけども、ここら辺はね、非常にね、
軽くて1日使って疲れないね。で、今回ねこのベイブレーズのベイトシリーズの方にはですね6フィート台で 200g まで背えるこう最近流行りのですね大きめのトップウォーターとかを軽快に使えるモデルなんていうのもね出ているのでそこら辺ね自分の場合これねその前段の前のベイブレーズで 6.8 フィートで 150g まで背えるよっていうね、まあ、これジョインテッドクローマグナムとかあとメガドックとかそういったのを使いやすかったんですけども実際にね結構魚も釣ってるんですが何にしてもね 6.8 フィートあるんで1日下にこうちょこちょこ動かすアクションを入れた時にねちょっと疲れちゃうんですよね。なんでこの最新鋭のベイブレーズには6フィートで、マックスね 200g ぐらいまで背負えるビッグペンシルベイトスペシャルみたいなモデルもあるので、シーバスやってみたいけどどんな竿を買ったらいいのかななんて悩んでる人はこの天竜のねシリーズ選ぶとまず間違いないのかなってね、その他にもね、いろんなメーカーで、ありますけどボートシーバスのラインナップをしてくれてるメーカーってのが結構少ないんですよね。まあ今サワラのキャスティングゲームとかシーバス以外のねボートでちょっと気軽に出て大きな魚を狙おうっていうのね、すごい流行っているのでこの流れに乗ってねまたいろんなメーカーからボートシーバススペシャルとかねいろいろ出てくれば面白いなと思うんですけども天竜に関してはもうずっとねこのボートに特化したシーバスシリーズ作り続けてくれているメーカーなので、どこの買おうかなって迷った時はまあ一番間違いないんじゃないかななんていうふうにね思います。信頼の天竜の竿でございます。まあ実際にはねこれ使ってみてっていう感じですけどもまあ間違いはないだろうなっていうね、買ってあれこれちょっと違ったなっていうことはないのでこう歴代ねいろいろこれ以外にもありますけど、海のねボート釣りなんかではね、もう間違いないブランドなので、ぜひ気になる人は釣り具屋さんで触ってみてください。うわ軽っていうところからねまず始まると思います。そんでまあ、釣り場で使ってたらうわ使いやすバレないなっていう風にね、最高の一本だと思います。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、天竜のねベイブレイズシリーズが、10年ぶりにフルモデルチェンジしてるんでね、これを開封してみてこういった動画でした。はい釣り子 TV でした。また会おうぜ。